今や、そのインパクトから、〇〇法とまで形容されるほどの存在感を持つ週刊誌、沖電機工業社の潜水艦用のソーナーシステムについて、警告とも取れる記事を、今回は詳しく見ていきますね。ただし、内容を鑑みるに、過剰な反応を行う、必要はなさそうです。日本の自衛隊はよくやっています。母国のために一生懸命ですよ。かつてのように、現在ほどインターネットが普及する前の時代には、社会的に大きなインパクトを持ち、かつまた公的なニュースというのは、大手の新聞社が記事にするというのが、日本のマスコミ報道の定石であった。そうした昭和の時代には、読売、朝日、毎日の三全国が見たる大手新聞社を筆頭にして、スクープ記事の内容の信頼性とヒエラルキーが固定化されている感が強かったが、今や新聞社の商業的な凋落は著しい。まあ、日本の大手新聞社を含め、そのビジネスモデルの根幹は、契約者の自宅に毎朝配達するのと引き換えに、固定の料金を徴収し、紙面やチラシに入れる広告収入で利益を上げるという手法で、今から見ればアナログ感は拭えない。テレビ放送がマスメディアの主流を担うようになっても、数多の記者を擁して存在意義を保ち続けていた新聞業界ではあったが、インターネット、そして昨今のスマホの普及の前には、その映画の継続は困難となっている。そうしたマスコミ業界内において、各種の問題を提起する記事を掲載し、むしろデジタル化の時代にあって、新聞社等が記者自体の数や比重を下げざるを得ない経営状態に追い込まれたのと、対照的に存在感を増したものもある。その代表が、文春砲との異名でも馴染みとなった週刊文春であり、そのスクープ記事を数多く世に出す要因は、他の週刊誌や大手新聞社等が経営状態の悪化で失ってしまった取材力の維持にあるとも言われている。そんな週刊文春であるが、最近も沖電機工業社が防衛装備庁からの発注を受け、海上自衛隊の潜水艦用に納入を行っていたソーナーシステムに不備があり、その不備を回収する対応を行っていたとの内容を報じた。ここで、沖電機工業社が納入を行っていた潜水艦用のソーナーシステムとは、本体を潜水艦に搭載し、使用時に、その艦内から外部に送り出し、有線ケーブル等を通じて曳航する、形式の曳航式アレイと呼称されるものである。この沖電機工業社の曳航型アレイについて、週刊文春の記事によれば、ソーナーシステムの目的である、水中での音波の探知に際し、徒衆した音波のデータを正しく反映させることができていなかったと報道された。週刊文春は、この事実を関係者への取材によって把握し、その内容を防衛省に問うたところ、現在は回収が完了し、県の曳航式アレイは稼働させることが可能な状態ではあるが、納入時に不具合があったと指摘している。要は、この沖電機工業社が納入した潜水艦用の曳航式アレイが、本来想定した通りの動作を納品時には行えていなかったが、その事実がすぐに判明したため、同社の修理部門が対応を行い、今は解消されているということのようだ。週刊文春が、当の沖電機工業社や防衛省に事実関係を確認して、記事にしていることからすれば、間違いなく、納入当初の当該の曳航式アレイには不具合があったのだろうが、個人的にはことさら大問題というようには感じられない。例えば、これが構成する材質や素材そのものの不備で、使用上の性能を発揮できないとかであれば、大きな問題だとは思うが、記事に目を通した限りそのような不具合ではなく、
電子的なトラブルのように思える。確かに、沖電気工業社ほどのこれまでの同分野での実績と経験を持つ企業が、当該の栄光式アレイについて、納品時に正しい動作確認ができていなかったことは問題ではあろうが、回収で十二分にリカバリーされている。そうした意味においては、今回のこの記事に関しては、週刊文春側は、日本の防衛関連企業のあり方について、その是非を問うという意気込みはあったのかもしれないが、個々の事象としては、不正のように捉えるべきではないだろう。今回のこの沖電気工業社の栄光式アレイの記事については、個人的には、少し意地の悪い、ほじくったものの、見方を、週刊文春の記事からは感じさせられ、かつての冷戦時代に、いわゆるリベラル派を称する勢力が行ってきた、批判に通じる感が否めない。そうでなくとも、日本の防衛産業そのものは、パイの小さな自衛隊のみの需要しかないため、ビジネスとして、企業が喜んで参加するような市場ではなく、いわば奉仕活動の一環のような位置づけで、各企業の善意に支えられている、部分が大きい。金額の問題ではないかもしれないが、今回の沖電気工業社の栄光式アレイは、2017年に、同社が、およそ 12.5 億円の入札価格で、落札をした案件であり、いたすらな批判につながりかねない記事で、こうした事象を取り上げることには、不安を禁じ得ない。さて、ソーナーシステムであるが、水中では、レーダー等の電波を用いた探知手法が行えないために、その代替策として音波を用いて探知を行うもので、自身が音波を発生させるアクティブ方式と、敵の出す音波を探知するパッシブ方式に分かれる。海上自衛隊においては、特に護衛艦の部隊を中心として、伝統的にアクティブ方式のソーナーシステムを対潜哨戒任務の主軸としてきた経緯があり、パッシブ方式のソーナーシステムについては、1960年代中盤から取り組みが始められた。その結果、1965年には、海上自衛隊初のパッシブ方式のソーナーシステムが実用化され、これが Z99-1 として正式採用されて、当時の渦潮型潜水艦に装備されることとなり、今に続くパッシブ方式の礎となったと言える。そして、こうした動きと並行して、アメリカ海軍からのパッシブ方式ソーナーシステムの技術的な情報提供もあり、1976年度から1981年度にかけて、栄光式アレイの本格的な研究が海上自衛隊内でも進められていった。この栄光式アレイの本格的な研究に重ねて、海上幕僚監部は、1978年にその実用化を図り、ここで沖電気工業社を開発の主体に選定して、その国産化を推し進め、技術的なノイズの解消が焦点となりつつ、開発に成功する。こうして、苦心の末に、沖電気工業社が製作したものが、86式栄光式パッシブソーナー OQR-1 として、正式採用されるに至り、同ソーナーシステムは、朝霧型護衛艦3隻に実装されることで実用化された。この時の86式栄光式パッシブソーナー OQR-1 の完成から、以後、海上自衛隊艦艇における栄光式アレイの製造は、沖電気工業社が一手に担うポジションを確立。今回の週刊文春の記事の件でも、随意契約が継続されていた形である。沖電気工業社自体は、2023年現在でも、東証プライムに、上場を行っている規模の企業ではあるが、2021年度で、連結の売上高がおよそ3520億円、経常利益がおよそ77億円と、
絶対的な金額を計上しているという形ではない。沖電機工業社は、1881年の創業と長い歴史を持つが、もともとは、現 NTT 旧電電公社の電話交換機の製造に端を発した企業であり、そした情報通信機器や金融、そして官公庁を中心に各種の製品を提供している。身近な分野では、各種の金融機関やコンビニエンスストアに対して、沖電機工業社は ATM を製造、納入しており、そうした店舗の店頭において、同社のロゴが入った機械を目にしたことのある方も少なくないだろう。ただし、沖電機工業社は、これまで2012年には、スペインの子会社での不正会計事件、2017年には、消防用の救急無線をめぐり、公正取引委員会からの処分、2021年には、同社ネットワークからの情報漏洩の可能性が指摘されるなど、不祥事もなくはない。それでも、ビジネスとしての採算上の問題から、防衛産業からの撤退が相次ぐ、日本の企業の中にあって、沖電機工業社が果たしている役割は大きく、今回のような報道に、無用に反感を抱くことには留意すべきだろう。